おはようございまっちょ、フォルテです。はい、本日はピアニストになって良かったこと悪かったことについて話していきたいなと思いまっちょ。僕は大学を卒業してすぐ無名ピアニストとしてデビューしました。デビューした頃には誰にも知られておりませんでした。しかし僕はネットを使って、おはようございまっちょ、フォルテですって言ってね、ストリートピアノで弾いたり、なんかいろんな企画をしたり、ピアノで絡めた企画をしたりして、今皆さんに認知してもらって活動しております。そして来年には全国ツアーも開きます。ピアニストとして、コメディアンピアニストとして、 YouTuber として、まあいろんな面でコンサートを開きます。一応ピアニストです。圧倒的に悪かったことから話します。なんだと思いますか？皆さん、意見をください。はい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 、悪かったこと、意外と鍵盤が冷たい、そう冷たい、キャピーみたいな、あ違いますね、意外と、ピアノを塗ったりすると派手なピアノになる、あ僕だけですね、その悩みは僕だけです。まあこのピアノはね、僕オリジナルに塗った作品で一生使っていこうと思ってるピアノなんですけども、その話は置いといて、ピアニストになって最も悪かったことは寂しい。そうなんですよ。まあこれはね、ピアニスト柄しょうがないことでもございます。どういう意味かと申しますと、結局皆さんに向かっておはようございまっちょ、うわーいとかやってるくせにですよ、それ以外の時間一人、寂しいね、寂しいんですよ。まあ何がそんなに寂しいのって、なんか楽しそうにしてるじゃんみたいな思われがちだと思うんですけども、この動画を撮ってるこの空気、今 BGM なしになったと思います。一人こんな感じで寂しいんですよ。でね、それ以外の時間はピアノ一人で弾いてます。基本的にはまあ YouTube を見たりとか、あとは自分でまあ言葉を出しながら練習したりとかはしてるんですけど、一人っていうのが主軸ですので、まあメンタルが強くないとまず持ちません。そして二つ目、ブラックです。っていうのもね、まあ自分の頑張りようにもよるとは思うんですけども、何がそんなブラックなのっていうね、お話なんですけども、僕ね、大学生の頃は結構自由に遊んでました。ピアノを弾くときは弾く、遊ぶときは遊ぶという感じでね、やってたんですけども、ピアニストになってから、一応ね、毎日のように動画を投稿したりとか、ストリートピアノに行ったりとか、演奏会をね、開いたりとか、いうことなんですけども、練習しないといけません！意外とね、効率よい練習とか自分では言ってるものの、それ以上に曲の数が多くなってしまいました。今までは1時間でこのぐらい弾けたらいいなと思ってたんですけども、1時間で弾けてもそれ以上にもっとやらないといけない曲が増えちゃいました。ということでね、効率のいい練習を朝から晩までしないといけませんってなると、友達と遊ぼうと思っても長い間旅行に行ったりとかするね、計画は立てれません。そしてさらに、僕はスキーが好きでした。滑る、シャーって滑るのが好きだったんですけども、今年のね、正月の頭、友達と滑りに行こうって話をしてたんですけども、そういえば俺、怪我したらもう人生終わりじゃんと思ってね、怖くなって、その友達とのスキーをやめてもらい、旅行に行くことにしました。牡蠣を食べに行きます。お腹を壊すぐらいなら大丈夫です。しかし、指や手を怪我しては、もうピアノが弾けなくなる恐怖を考えた上で、スキーはやめました。結果は、寂しい。そして、一人でずっと練習しないといけない休みがないブラックです。そしてさらに、遊びが制限されます。怪我する可能性があるものはやめといた方がいいです。やっぱね、スキーは、僕一回肩怪我したことあるんですよ。でね、もしそれが演奏会前とかに起こると、さすがに怖いので、やめときます。あと僕の、ピアノ弾いてる友達が、この前、腕を骨折しました。やめときます。なんか夢ないじゃん。楽しくなさそうじゃんって思われがちなあなた。そうです。そうですとか言っちゃったんですけども。じゃあなぜ僕が全国ツアーをするのか。なぜかって、ピアノを聴いてもらいたいから？ノンノンノン。
もちろんそれもあるんですけども、最もメインなのは、みんなと話したい。それだけ。みんなにおはようございますちょっと、おはようございますちょっと言ってもらいたいんですよね。今まで、画面越しにずっとおはようございますちょっと言ってたんですけども、もうそれでは物足りない。みんなで会って、おはようございますちょをね、言い合って、楽しいワイワイして、イベントをして、僕のピアノを聴いて、うわーってなって、帰ってもらいたいです。てなわけで全国ツアーを開いたりとか、今後は演奏活動もね、そういうの交えてやっていきたいなと思っています。良かったことについてね、話したいなと思いますよ。まず、圧倒的に良かったことは、職業を聞かれた時に、名乗る言葉がかっこいい。何してる人なんですか？ピアニスト。って言えることが結構ね、すがすがしいんですよね。まあ、あと名前がかっこいいっていうのと、あとはまあ、ピアノがむちゃくちゃ好きな人にとっては、楽しい商売だと思います。なぜかって、朝から晩まで好きなだけピアノが弾けます。しかし、フォルテ君みたいな性格の人は、みんなでワイワイしたいタイプなので、朝から晩までピアノ弾いてると頭が苦しくなっちゃいます。その結果が YouTube です。頭が苦しい様子が YouTube にたくさん動画投稿されてると思います。良かったことは、まず名前がかっこいい。そして、ピアノがむちゃくちゃ好きな人にとっては、楽しい。というわけなんですけども、まあまだまだめちゃくちゃいい面はあります。自分の得意だと思っていることや好きなことを、世の中の人に認めてもらえるっていうのはすごく嬉しいです。すごく皆さんに僕も、まあ助けられております。別に高評価の数とか低評価の数とかでは全くございません。皆様が見てるっていうことがもうそこでね、もう僕としては嬉しいです。なぜならもう YouTube 数ある動画の中で僕の動画に飛んでくれたってことがまず嬉しいです。そしてさらに演奏会で皆と会えるのがまず嬉しいですね。あとは研究みたいな感じなんですよ。どちらかと言ったら、自分の生涯どのくらいピアノが上達するのかっていうのをね、ずーっとずーっとね、研究してる仕事だと思います。常に良い状態に持っていかないといけない。少しでもサボると下手くそになる。いくら得意な曲でも弾けなくなるっていうのがね、まあこれが面白い面でもあり辛い面でもあるんですけども、自分が今までよりも上達してるのがずっと練習してるとわかります。はっきり言って1年前の自分よりも今は上手です。皆様に最高の状態を常に届けられています。なぜなら練習してるからです。例えば今皆さんの中でまあこのレベルだと思われたかもしれないですけども、来年はさらに僕は上達してると思います。常にいいフォルテを提供し続けることができる最高のサービスですよ。こんな僕がやるだけで、僕がピアノするだけでよりよく上達していくので、まあ研究するのが楽しい人にとっては最高のお仕事かなと思いますよ。あとやっぱり同じ趣味、同じ好きなものがある仲間と出会えたことが最高です。まあ僕だったらヨミーちゃん、カティンやテッコ、シオタン、様々な方とコラボをしてきたんですけども、やっぱりなぜ彼たち、彼女たちと出会えたかというとミュージックですよね。そしてさらにミュージックの僕の中で一番の憧れである反田さんにも出会えたことっていうのは、もう音楽をしてなかったら絶対に出会えなかった。僕がハッシュタグで自分で勝手に投稿してなかったら出会えなかった。運命が僕を導いてくれたと思ってるので、いい出会いだったと思います。いい出会いってもう終わりみたいですけども、これからもまだまだくっつくんですけどね、皆さんと同じ趣味、同じ好きなことがある仲間が持てるっていうのはね、すごく楽しいです。話も盛り上がるし、別に音楽以外の話でもすごくね、楽しいです。もう口を開けばね、なんか音楽の話だったりそれ以外の話もするんですけども、音楽家の仲間たちとは、でもなんかやっぱ楽しいです。僕はね、やっぱ楽しいことがいいなと思って、最近一番楽しかったのはてっこちゃんと高松愛ちゃんで、館内でストリートピアノでクリスマスを一緒に弾いたことなんですけども、別に音楽として全く練習してないしボロボロなんですけども、すごく楽しかった。なんか久しぶりになんか友達っていうのを感じた。その帰り道にみんなで車に乗ってワイワイしながら帰ったんですけども、それがもうまたなんか楽しかった。映画の中の世界みたいな感じで、なんか俺演奏旅行しとんかなっていう気分になれた。楽しかった、だけどね、結構楽しかったんですよ。こうやってみんな同じ仲間と出会えたっていうのは僕は本当に幸せなことです。やっぱね、一つのことを頑張ってるとその仲間がより安くなります。同じ音楽家同士の仲間っていうのが広がりやすくなるし、僕のチャンネルに皆さん来てくれてる人っていうのはピアノが好きだったり音楽好きだったりテンション高い僕が好きだったりっていう方が多分いらっしゃると思うんですけども、まず共通してるのは全体的に音楽が好きですよね。
僕今登録者11万人近くいるんですけども、皆さん共通して全員音楽が好きです。だからもう皆さん大きなもう仲間グループです。皆さん今後も仲良くやっていきましょう。皆さん仲間として楽しんでいけたらなと思います。画面の前にいるあなた、距離があるように感じますよね。しかし YouTube というのは身近な存在です。ピアニストというのも実は身近な存在になったかなと思うので、ぜひ皆さん僕とね仲間として今後も楽しく、まあ友達がバカなことを YouTube やってるよと思って見てくれたらなと思いますよ。それではバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。